ありがとうございます。れんちゃんで本当に皆様に支えられている綾野バンドです。場所は変わってここ川口食音、私がまあ出るこの綾野バンドとして出るのは2回目になるんですけども、まあね、こうコラボリお願い。皆様にご協力願います。4つのお願いというI'm not afraid to die.
方もちゃんと見えてますからね。遠くに落ちても根のあるよ。
夏はいつかはハチスの花と咲く。意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ。兄さんは目方で男が増えるな。曲がたくさんあります。それを今まではギターレスで、皆様に頑張っていただいてたんですけども、はい、なんかその中から、ちょっとずつ小出しなんですけども、最初は京都くくりで、皆様にその前に1個飛ばしてません、はい、やっぱり何あ、本当だけんちゃんさんのあのゲストでギタリストを呼んどいてまず歌わせてですね、もう1曲あのほとんどギターをあんまり弾いてなくて、なんだったら歌ってあのずっとセリフをあの言ってる曲をもう一曲組み込んだのは誰ですか？はい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 次もすごいソフトなギターですけれどもほとんど、はいね、ほとんどあのギターより歌とあの語りがありますね、はい、間違いないなんていうんですかね、あの支えがあって、次も健一さんの歌と、はい、演奏で聴いていただければと思っておりますが、こうなんかボカーのイメージが強くてですね、こうなんか鼻をふきふきしながらボカーって言ってるような、今日はそれが出るんでしょうかね。頑張って出してください。じゃあ出るという発言をいただきました、はい、では、私が言っていいのかな、君といつまでも。二人を夕闇が包むこの窓辺に、明日も素晴らしい幸せが来るだろう。Yeah.
も二人の心は変わらない、いつまでも幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。君にはそよ風に髪を溶かせて、優しく
とうございます。これをずっとやりたかったんです。ありがとうございます。こちらこそです。あ、夢が叶ったぜ。曲している楽曲です。雨の御堂筋。ご一緒させてください、はい、2人の健太。I'm not afraid to die.
らえてありがとうございます。僕と君がいいですね。なんかすごいそこたまんなかったです。ありがとうございます。次のステージもう一回やりましょう。リベンジみたいな。この曲となります。アベンチャーズ界を何を最後にしようかなって思った時に、私がもうなんだろう、欲しい曲っていうのがあるんですけども、小山るみさんなんですけど、伴奏の方はザ・ピーナッツの、伴奏を意識して、叩いてくださってますので、さすらいのギターで、はい、終えたいと思います。さすらいのギター。土曜日の夜。
愛嬌はい、ということで再び出会うことができましたエロバンドです。イエイエイ、お食事にドリンク楽しんでますか？いい感じ、よかった。はい、ということで、再び登場したわけですが、まあ最初のねこう1曲目は板付きでご紹介するのではなく、こうあえて呼び込みで、登場してもらうというのを、はい、選ばせていただきました。ではここからは、ケンジさんのまた力を借りたいと思います。では行ってみましょうか。石井ケンジさん、うわどうも待って仕込んでますよ、しっかり仕込んでますよサングラス変えてきてますよありがとうございます。足元ねすいません。あーなんかいいですねお色直しってやつですかね。そうです。 ありがとうございますこれあのですね、知り合いのあのバンドのイバラギンバイというバンドがありまして、そのバンドのドラムのラブさんという方から借りてきました。あ、借りてきたんですね、はい、所有物ではなく、はい、レンタル。あー、それはそれはすごいですね、関係性もいろいろ。あ、そうなんですか、サブさんもご存知な。なるほど、すごい。サブさんちょっとタイプの似た感じのドラムの方。ドラムのラブさん、ラブさんで名前この人はサブさん、親戚かな、親戚サブさん、ラブさんすごい、口が砂の十字架という、中村明子さんのナンバーをこの5人で、行いたいと思います。完成形がこちらです。はい、
晴らしかったんですけども、これを想定して追加させていただいておりました。ありがとうございますだ。入れた五条嬉しいですし、この実現がもう本当に意味のあるものと、なんかこう肯定されたような気がしますので、その中でこう、はい、これはどうも、はい、あ、これはどうも、これはどうもいただきました。失礼いたしました。なんかけんちゃん語録がいっぱいなんか溢れてめちゃくちゃ嬉しいです。いやとかなんかこうね聞くとすごい安心しますはい、というなんか自分の中の解釈はそこでこう、なんだろう、演出というかこう表現させていただこうかなと思ってます。では行ってみましょう。ルビーの指輪
く叶いました。ありがとうございますというあの人がございました。はい、まあね、このギターもとてもかっこいいのですが、私の気持ちを、はい、添えさせていただきました。一方的でございますが。はい、ということでございましたよ。あと、これはどうも。第2弾入りましたね。なんか、そう、なんかいつもより遠いからっていうのもあるよね。なんか、いつも、あの、や、なんだ、や、なんだ、あ、まあ、後ろにいるもんね、あの、すごいうるさい人。うるさい人、後ろにいるもんね、今日ね。そう、口、お口ね、ミフィちゃんのやんな。そうそうそう。学んだな。緊張するな。おお、そうなんです。ここちょっとね、魔物がいるかもしれませんが。いや、魔物だらけですよ。そう、だから一曲飛ばすよね。すいません。そんなことないね。はい。なぜサブさんに前に出てきてもらったか。まあ言うてサブタイムではあるんですよ。名の通り。サブタイムなんですけど。はい。後ろのお二人も含めて、私も一旦このステージ上から、去ります。はい。あの、男だけのちょっとむさ苦しい時間に。二人ですか。なるかもしれませんが。ちょっとね、どちらも悪が強めなんで。でも、その、なんか強みを生かして、そしてこの2人だからこそ多分ね、語ってくれるこういう武勇伝みたいなものがあると思ってるので、それもちょっと語りつつ、はい、そして今日はほぼ2ビート、さっきもね言ってましたけど2ビートになっていただくっていう、はい、言っちゃいましたけど、はい、漫才できませんもんね。難しいですよね。もう普通に喋ってるだけで面白いと思うんですけど。いえいえいえ。ということで、そういう企画ものの一つという形で、サブタイムを、ケンちゃんのギターとサブさんのボーカルで過ごしていただこうかなと思っております。拍手。めちゃくちゃデリサイですね。おー、ではちょっと早速ですけど、私たちはお邪魔みたいなんで、すいませんね、ちょっとなんか空気読めなくて早めにドローンしますんでね、積もる話を。みんなどっか行きましたよ。行きましたね。はい、どうですか、なんかね、あ、どうも、あ、どうも、よろしくお願いします。最高です。ということでございます。ベラベラちょっと喋ってくれね。サウンドトラベルとかね、やっぱりそのサウンドが大好きな方々が、そうですね。でこれ誰かに言われたんですよね、ドラムの声でそのまんまじゃんってなんかその話もありましたね。そうですかみたいな、あっていう話をした。いろいろ大人の事情っていうのはあるんですかね。わかんないですけどね。終わってまた喋る、終わってまた喋りますか。誰もね、あれなんのどこ行ったのかなって。カチカチなんかメトロノームみたいになってませんか。あ、ちょっと待って。あ、はい。そうですね、やっぱそうだ、ほら、あのサブさんはドラマーなんでね、出たり入ったりするの大変なんですね。皆さん、はい、じゃあ、こちら入ってました、入ってました、入ってました。94っていうネタの、ああ、なるほど。それはなかなか魅力的なテンポですね。ちょっと、じゃあ一曲、じゃあやりますけどね、はい、あの、浅草キットを、ね、やらせて、浅草キット、はい、いいですね、ビートたけしさん、じゃあ、ちょっとやってみますかね。
たアパートでグラス傾け懐かしむ、そんな時代のギターだったんです。そうです。それで4回ステージですね。はい。で4回目の頭3曲がアコースティックだった。あ、そうですね。そうそう、こういう感じ、ギターだけとかでね、やったりしましたね。もうずっとドキドキしてて、1回目から3回目全然覚えてないですもん。それは飲みすぎてたじゃないですか。それもあるかもしれない。それもあるかもしれないね。もうかなり飲んでましたからね。そういうのがありましたね。やったじゃないですか。ピアノでやってもらってるんですよ。本当はね、これあの何ですか、フォークギターでやってるんですけどね、今日ちょっとエレキギターでやってみたんですけど、はい、まあ今度またやりましょうよ、だんだんやっていくうちにさらに良くなっていくんですよ。今もね、良かったですね。またね、機会がありましたら、また皆さん、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。サブさんでした。皆さん大きな拍手。はい、ゲイさんでした。誰もけへんな。そうそう、はい、誰もけへんな。出身大学だけ言っとこうか、はい、俺たちの共通って。あ、そうですね、はい、出身大学というか、僕たち横浜セブン大学っていうとこを卒業しました。すごく高度な学校で。そうですね、はい、お金もくれる学校。お金くれる学校です。授業スタートが夜中の11時。そうです、夜中の11時から授業スタートですね。朝の4時に終わるんですよね。はい、でその後いろいろ顧問の先生とかに連れてってもらって、ね、いろいろご飯を食べて、朝の9時ぐらいまでなんかかかったりしましたね。ありましたね。うん。あ、思い出した。はい。そこで初めて会ったんです、ね。そうですね。そこで僕とサブさん初めて会いまして、もう20も経ってないです。12、3年ぐらい前かもしれないですね。もう。で、はい、僕、なんか誰も喧嘩してくれるけど、この頭じゃないですか。それで寄せ集めのメンバーだったんですよね。そうですね。それで初めましてだったんですけど、もうこの人見た瞬間に、あ、この人って多分コード3つしか弾かんのやろなと思ったんですね。得意ですもんね、でもね。まあ好きですね、はい。なんかすげえジャカ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 と、なんかカッティングとか。ああ、カッティングみたいになってました、なんか。うん、髪型関係ないんやと思いましたもん、ね、いや本当に。はい、まあそんな感じですよ、ね、はい、もうそろ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 ね行こうか。うん、もうそろそろ行った方がお酒に、ね、近づくと思うので。そうですね。なんか受けてるから、しかもほらもうええわって終わらねえなと思って。なんでやねん、もうええわ、ありがとうございます。あ、ずっとそれ待ちだったの。あ、そうですね。待ちだったんや。追い変われる。ごめん、もうほんまにもう、のぶちゃんマイク来てください。もう、なんだろう、まあ、よく言ってますけども、チャッキーさんいなく
なったらもう多分もう成立せんので本当に助かっておりますし感謝ですし、でも言うて甘えちゃいかんの分かってるんですけどね、もうポーンってこうなんか飛んじゃうんですよ、もう楽しいことを優先しちゃうみたいな、すいません。ということで、今日撮り直してっていうかちょっと肝に銘じながら次に行かせていただきたいと思います。はい、では、浅草キッドを聞いていただいた後で、ここからはもう結構リズムのある、もうまたギターの良さを感じていただける、はい、楽曲が連なっておりますので、はい、あとね私もうちょっと頑張ったらね、楽しみが待ってるのであと1曲頑張りたいと思います。ではこれも私からのリクエストでですね、絶対ギターでケンチさんに聴いてもらおうと思ってずっと歌ってました、私の恩師が作りました、角田博さんの作詞作曲の作品です、失恋レストラン。
そろそろおいとましようかなと思うんですけども、まだできます。はい、なのでなんとですね、はい、今日2ステージ制なので、はいはい、もう今日のだいぶもうクライマックスに向かってるんですけど、はい、この方が曲目をね決めてるんですけど、はい、もう今日歌わないつもりなんですすごくないですか。このあとまだ一応ね3曲ぐらい私とマスミとケンケンが歌うんですけれども、はいはいはい、もうこの方歌わなくて踊って何だったら飲もうと思っているので、ひどい。で一応まあほら皆さん の, こういうのとか、はい、ああいうのとかで、はい、一応なんかこの辺にこうふわっとちょっと準備してるかなみたいな、なんと本編はもう降りるつもりですはい、まあ、今日はそういうふうにしましたって言われて、はい、ご理解いただければ、はい、でマスミンと私なんかこういうのつけさせられております強制お揃いですなんで多分ここからちょっとオールディーズな、はい、バンドみたいな雰囲気をやってってことなんですよね。はい、そうです、はいはい、まあ、皆さん、ね、よく来てくださってる人にはもうなんだろう口酸っぱく言ってるんですけども、多分私がこの綾野バンドの一番のファンなんですよ。でそうできるだけそちらで見たいっていう気持ちもあって、でなおさらケンちゃんさんもいる、そりゃ見たいよねってなっておりまして、でもうそこからセットリストの後半は私歌わなくていいやと思ってもう見てよと思って、はい、っていう、まあ、見てるか踊ってよっていう、はい、そういうなんか戦略なのかよく分かりませんが考えが浮かんでしまいまして、はい、はい、いいですか。じゃあちょっと甘えさせていただいて、この辺でわちゃわちゃしておりますのでよろしくお願いします。ではチャッキー、マスミン、ケンちゃんタイム、レッツ何レッツダンシング丸投げです
真っ赤な靴でダンスライン、シャレたカクテル、グラス片手にパンレラ、腰を振りながらまるで蝶々のように面白いと思っていただける企画、ちょっとなんだろう未熟なんですけど、ポンコツな絵のなりに、皆様のお力も借りつつ、実行してまいりたいと思っておりますので支えてください。よろしくお願いします。はい、ではせっかくなんで、はい、次回告知の方はもう一回できますけど、5月11日と何でしたっけ。とりあえず5月11日ラックレハンズですね。はい、だってだからグレハンの日もぜひ来てください。そしてコラボレーション企画、正直2月にですね1個流れてるんですよ。はい、本当はバレンタインデーの日にこちらあの初婚さんで、サックスフォン、まあ、ボーカルもやっておりますけども、山下彩香ちゃんを、ゲストに迎えて、行う予定でございました。ですが、まあいろいろちょっと2月ありましたからね、そういう問題からちょっと流れてしまいました。それが、6月の4日土曜日に、正式に、決まりましたので、皆様のお運びをまたお待ちしたいと思っております。最後に、WCですが、ケンさんとともにこの5人で、1曲、バシッと決めたいと思います。何がいいか迷ったけど、どうにもどうにも止まらない。最後だから。
りの中でこちらから回らせていただきますが、はい、今日も可愛いマシュマシュマシュミン、ナンバーマスミンオンキーボード、ありがとうございます。懐かしいこの感じということで、そして今日なんか初の試みに心よくなんか受けてくださりありがとうございます。ボーカルそしてドラムスサーブ、ラブちゃうで、ラブちゃうで、そうやで。そしてもう今年から本当私はバンマスを本当に降りてますね。はい、何ばっかりというか、はいです。本当にボスがこちらにおりましてですね、磯住チャキチャキオンベース、わーわーゆるいゆるい、ありがとうございます。そして、本当に、ね、オファーを受けてくださりありがとうございました。この場を借りて本当に感謝でございます。また共演をお待ちしておりますので、もうちょっと早くセッティングしますので今回もお許しください。ボーカル、ボーカルと、ギター担当してくださいました石井健一、健ちゃん、わーわーわー、ありがとうございます。わーわー弾が、わーわー弾がすごい。そしてポンコツバンマスとなっております、ボーカル綾乃でございました。ありがとうございました。一人じゃ何もできない、何もできない、はい、ということで、まだ時間、お店の時間はまだ OK ですかね。はい、楽しんでいただけるということなので、食べたり飲んだり、そして皆さんこうメンバーとの会話も可能となっておりますので、マスク装着であれば OK となってます。なんかもう癒しの時間に作って、帰ってください。思い出たくさんありがとうございます。ありがとうございました。綾乃バンドでした。